皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。皆さんはフラッシュネイルというものをご存知でしょうか。3年ほど前に発売されたもので、カメラのフラッシュを当てた途端にまばゆい輝きを放つ、とってもインパクトのあるネイルアートです。 SNS 映えすること間違いなしのゴージャスなフラッシュネイル、それ知ってるというあなたはネイル通の証拠。ご存知ない方もこれを機にぜひネイルアートのレパートリーに加えてみてくださいね。今回はそんなフラッシュネイルのやり方をご紹介していきたいと思いますので、最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。それでは始めていきましょう。今回はネイルチップを使ってフラッシュネイルを作っていきます。地爪の場合にはベースコートを全体的に塗ってから始めましょう。時々視聴者さんからのコメントで、ネイルチップにジェルを塗る時もベースコートから塗った方がいいですかと質問をいただくんですが、基本的には塗らなくて大丈夫。ただネイルアートした後にペロンと剥がれるような密着が悪い時にはベースコートを塗って、チップとジェルとの密着を良くするという方法もあります。でも地爪と違ってチップはそんなに剥がれてくることはないので、基本的には不要です。今回は地爪と見立ててあえてベースコートを塗っています。全体的にベースコートを塗り終わったら硬化します。次にノンワイプトップコートを塗ります。この後にフラッシュパウダーをつけていくので、ここではノンワイプという硬化した後にベタベタが残らないタイプのジェルを塗っていきます。普段塗るトップコートの量より多めに塗っていきます。少ないとフラッシュパウダーがつきにくくなってムラができてしまうので、少し多いかなと思うくらいの量を全体に塗っていきます。また今回使っていくのはパウダータイプのものなんですが、他にもジェルタイプのものもあります。どちらかというとパウダータイプの方がギラギラ感が強いんじゃないかなと思っています。この動画の概要欄にパウダータイプとジェルタイプの両方載せておくので、ぜひ参考にしてみてください。トップコートを全体に塗り終わったら硬化しないままにして次に進みましょう。それではここでフラッシュパウダーを使います。今回はシルバーのパウダーを使っていきます。フラッシュパウダーは普通のラメやホログラムと違って輝きがとっても強いパウダーで、指で触るとザラザラと砂のような質感です。カメラ越しではこのギラギラ感がうまく伝わらないのが残念なんですが、肉眼で見るともっとギラギラして見えますよ。それではこのフラッシュパウダーをつけていきましょう。パウダーのつけ方は2通り。スプーン状のものでパウダーをすくって振りかけるという方法と、もう一つはパウダーが入っているケースの中に指を入れてダイレクトにつけるという方法があります。私的にはこちらダイレクトにつける方がおすすめ。振りかけるやり方だとキラキラがいろんなところに飛び散ってしまって掃除が大変になるからです。爪を優しくトントンと押し当てて左右に転がすようにパウダーをつけていきます。まんべんなくつけ終わるとこんな感じ。普通のラメやグリッターとは全く違った輝き方です。まずはパウダーが取れないように一旦硬化していきましょう。硬化してパウダーがくっつきました。表面の固定しきれなかったパウダーもあるので、ネイルブラシなどで払い落としておきます。これで完成です。下地にカラージェルを塗らずに透明なクリアジェルだけで仕上げた方がフラッシュパウダーのギラギラ感が損なわれずに済みます。それではお待ちかねのフラッシュを当ててみましょう。ライトを消してフラッシュをオン。ギラギラとしたミラーボールのようにとっても強い輝きです。ラメやグリッターでは出せない光り方ですね。カメラで見るとどうしてもギラギラ感が抑えられて見えますが、肉眼で見るともっともっとギラギラして見えます。そしてこのフラッシュネイルの代名詞ともいえる SNS 映えする写真も撮ってみました。フラッシュを焚いてスマホで写真撮影するとこんな感じ。
スマホの写真では真っ白に強く反射して輝いた画像になりました。そしてフラッシュ前と後の比較がこちら。フラッシュを当てていなくても十分キラキラしていますが、フラッシュを当てて写真撮影すると爪だけ光って見えます。日中の太陽の下だと普通のラメやグリッターのように見えるネイルデザインでも、夜になればギラギラと違った表情を見せてくれるので SNS 映えも間違いなしです。華やかなパーティーシーンや夜のイベントにもぴったりなデザインですよ。ただこのフラッシュパウダーをつけたそのままの状態だと取れやすかったりザラザラしていて気になったりする方もいらっしゃるかもしれません。そんな時はぜひこの上からもう一度ノンワイプトップコートを塗ってみてください。そうすればフラッシュパウダーがコーティングされて取れにくくなるし、ツルツルとした表面に仕上がります。全体に塗り終わったら硬化します。硬化した後がこちら。フラッシュパウダーだけの時と違ってツヤが出ました。その分フラッシュパウダーの輝きは半減してしまうのですが、持ちは格段に良くなると思います。トップコートでコーティングした場合としない場合の比較がこちら。コーティングすると光り方が少し落ち着いた印象になりますが、それでもラメやグリッターとは違ったキラキラ感がありますよね。こちらもフラッシュを焚いて写真撮影してみました。こっちの方が光り方の違いがよくわかります。スワロフスキーのようなキラキラしたストーンを埋め込む時も、ジェルでストーンを全部覆ってしまうとその輝きが失われてしまうのと一緒で、このフラッシュパウダーもジェルで埋め込むと光の屈折が変化してギラギラ感が抑えられます。ちょっとした違いかもしれませんが、長持ちさせるためにトップコートで覆うか、ギラギラを重視するためにそのままにするか、皆さんのお好きな方で試してみてくださいね。フラッシュネイルいかがだったでしょうか。数年前の商品ではありますが、今でもパウダータイプ、ジェルタイプともにたくさん販売されているので、フレンチネイルの先端部分に使ったり、グラデーションにしたりといろんな使い方ができますので、皆さんもぜひお試しください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いいたします。またねー。